はい、みなさんこんにちは。今日は何やら波形を大きく表示してお話をしています。でも今日のお話はほぼ DAW で音は流しません。重要な話を今日はお伝えしたいと思います。僕は普段 DTM のレッスンなんかを中心に仕事としてやっています。そんな中でだんだん生徒さんの耳が良くなってくるとこんな質問を受けることがあります。 DAW でやっている時の音とそれを書き出した時の音が違うんだ、どういうことだろう、そんな質問を受けることがあります。なかなか明快な答えは今までネットの中とかにはあまりありませんでした。でもその理由を一言で言えば、ほとんどの DAW のエンジンは32ビットフロートという内部処理を行っています。自分が16ビットの 44.1kHz で処理をしていようが、48kHz でしていようが、そういうことには関係なく DAW の内部処理という話です。32ビットフロートというのは最近ですね、レコーダーとかオーディオインターフェースでもそういう機種が出てきたりします。それらの広告を見てください。音が絶対割れないとかいうようなことを書いています。または失敗がないレコーディングができるとかいうふうに書いています。32ビットフロート処理ではダイナミックレンジが大きいためにクリッピングなどが基本的には起きないようになっているわけです。爆音で録音をしてしまったと、今までで言うマイクが近すぎて突然ポップッと言ってそれが音割れになってしまいます。僕の今の動画ももしかしたらこのパッピップって言ってるのが音割れてるかもわかりませんね。そんな風に突然大きな音が入ってきたら今までの考えでは音割れが生じてしまいます。もちろん最初の入力でクリッピングをしてあるようなオーディオを貼り付けた時は歪んで聞こえたりします。でも DAW の内部処理で少しぐらいクリッピング、いわゆるデジタル処理では0デシベルを超えるような値の音量が入ってきてもそんなにも大きく音割れを感じることがなかったりします。そして音割れだけの話ではなくって音質が良かったりします。この黄色い波形を見てください。特に今カーソルが置いてある17小節あたりのところは特に大きいですよね。そしてこの時点で見たらちょっとクリッピングしてるというのがわかります。そしてこれをもっと大きくします。大きくしたら案外波形の先がとんがっているように見えます。でももっともっと大きくしてみましょう。はい、わかりますね。この部分です。今中央ぐらいの部分は上が波形が平坦になっています。それでもそんなにも音が悪く聞こえません。でもこれを書き出したら音がクリッピングして聞こえたり音質が悪く聞こえたりするのです。それは大枠で言えばどういうことかというと、先ほど話した DAW の内部処理は32ビットフロートで音割れとかがしにくい状態を作れているということなんです。でも書き出して聞くのは DAW から離れてメディアプレイヤーで聞きますよね。 iTunes であったり Windows メディアプレイヤーであったりいろんなプレイヤーがありますが、その聞くエンジンと大きく違うわけです。だから DAW でうまくきれいに聞こえても根本の仕組みが違うので、メディアプレイヤーで聞いた音とは違う。これが一つの答えです。それをもう少し詳しく言いましょう。
最近は Google 検索で検索をしてもなかなかいい答えが出ません。でも AI 検索というのをすればうまくまとめてくれます。ちょっと前置きになるんですが、これは GenSpark という AI 検索です。もう Google という時代は終わります。なぜかというと Google とかの検索はいい答えが最初に出てくるとは限りません。それは SEO 対策といって、なるべく Google のトップに出てくるようにみんないろいろ研究をしているということと、それよりも優先されるのはスポンサーの広告が絡んだような場合はですね、なるべく上の方に来るんです。ですから自分ところのメディアプレイヤーとかを使ってもらおうという会社、それは広告を入れたりしてきます。ですから Google の優先順位としては上の方に来るわけですね。いいことを書いてあるものだけが私たちの目の前に出てくるということですが、最近出てきましたこの GenSpark のようなものは完全に平等で、それも日本国内からではなくって世界中の情報を平等に集めて日本語に直してくれたりしてまとめ上げてくれる AI ならではの力でこういう資料が作れるんです。ちょっと前置きになりましたが、皆さんも無料ですからもうググってる場合ではありません。 GenSpark、 こういうようなソフトを使うべきです。簡単に読み上げます。 DAW のサウンドの内部処理は 32bit とこう聞きました。これ僕が聞いた見出しです。最近のデジタルオーディオワークステーションはプロジェクトが 24bit であっても内部処理は 32bit フロートで行われることが一般的です。僕が先ほど言った通りですね。これは音質を向上させるための技術的な進歩によるものです。32bit フロートの利点、ダイナミックレンジ。 32bit フロートは約 1680dB のダイナミックレンジを持ち、これにより非常に大きな音から非常に小さな音までクリッピングなしで録音できることが可能です。これに対して 24bit 処理は 144dB、 もう10倍以上違いますね。そして 16bit では 96dB のダイナミックレンジしかないということです。そしてノイズフロアの低さということも挙げています。 32bit フロート録音ではノイズフロアが低く保たれ、音量を後から上げてもノイズが目立たない。これすごくいいことですね。通常はじゃあ小さめに取っとけばいいんじゃない、クリッピングしないんじゃない、じゃなくってですね、それを最終上げていくとですね、ノイズが増えてくるわけですね。それが 32bit フロートではノイズフロアが低いために起こりにくいということです。そしてまあ先ほどからとダブりますが、クリッピングの防止ということで 32bit フロートでは入力進行がクリッピングしてもその情報が失われることなく記録される、後から音量調整を行っても音質が劣化しません。 DAW の内部処理は多くの DAW で内部的に 32bit フロートで処理を行っていますので音質を向上させています。例えばキューベースやロジックなどの主要な DAW ではこの技術を利用しており、ユーザーは高品質なオーディオ制作が可能だということです。このように現代の DAW では 32bit フロート処理が標準となっており、高い音質と柔軟性を提供しています。したがってあなたの DAW もこの可能性が多いですよ、というかまあもうほとんどと思って大丈夫です。このように世界中の情報を集めてくれています。そしてこのようにちゃんと日本語でまとめてくれるんです。まあ先ほどと同じようなことを
書いてあるわけですけれども、一番下ですね、セットアップが簡単になるということで、32ビットフロートでは入力レベルを設定する必要がなく、少々大きくても小さくてもどうでもいいということなんですね。それでも高品質なオーディオが録音できたりするということです。ちょっとこの答えは冒頭のお話の DAW と、そして書き出したメディアプレイヤーなどで聞く音との違いということとは話題が離れてしまいましたけれども、こういう風になっているということです。そしてですね、ここでは違う角度からジェンスパークに聞いています。もちろん僕はある程度は分かっていましたが、話するときまとめてくれるのも楽ですよね。僕も言い間違いがないし、とっても素晴らしいジェンスパークですけれども、 DAW では音はいいのに書き出して聞くと音質が変わるのはなぜ。ここでは先ほどとはちょっと違う角度で答えを出してくれています。ここですね、この辺のところは先ほどともよく似てて、プレイバックエンジンの違いがある。ここで重要なことを書いてくれています。まずプレイバックエンジンの違いがあるというのは、 DAW はリアルタイムで再生とかですね、やってる時は高精度な処理をしていますが、そこから書き出しというバウンズ処理ですね、それをする時には内部で処理しているアルゴリズムと違う場合がありますよと。その違う内部処理で書き出したりするので音質が悪くなったりする場合があるということを書いているんです。そしてプロジェクトの設定によって音質が決まります。例えば24ビット 48kHz で作業している場合でも、書き出しに16ビット 44.1kHz でダウンコンバートすると、もちろん音質が劣化する可能性と書いてありますが、確実に音質は劣化しやすいです。特にダウンコンバート時にはリダリングという技術を用いて音質補正をするので、このプロセスが不適切だと音質が損なわれることがあります。ここらも DAW は随分研究をして、今までよりは良くなっています。でも今でもですね、そういう部分が残っていますというふうに書いています。で、なぜ残ったりするのかというとですね、これはキューベースの開発人がとっても賢くっても、スタジオワンの開発人が素晴らしいエンジニアであってもですね、このエンジンというのは案外自社で開発しているところっていうのはほとんどないんです。こんなことばっかり研究して OEM していろんな DAW 上に搭載しているオーディオエンジンというのを作ってる会社があるんですね。ですからキューベースが努力してもスタジオワンが努力してもその部分は変えれない、そういうところがあるということなんです。そしてさらに次には興味深いことがあります。プラグインやエフェクトの影響も無視できませんと。 DAW 内で使用してリアルタイムでエフェクトとかをかけているときは高品質な音を提供しますが、書き出し時にはその処理精度やアルゴリズムによって結果が異なることがあると。書き出すときにエフェクトをかけるときとリアルタイムで聞くときとのかかり方が違ったりするという場合があると書いてあるわけですね。特に複数のトラックやエフェクトを使用している場合、それぞれの処理が重なり合うことで音質に悪影響を与えることがあるということです。次にモニタリングのことは書いていますが、これは関係ないですね。使用しているヘッドホンとかにもよるということを書いているんですけれども、まあ最適化という意味ではある程度意味もあると思いますが、このモニタリング環境というところはあまり影響がないんですが、最後に書いてあることもとっても重要なんです。ここよく聞いてくださいね。作業中の耳慣れ。これは特にプロの世界ではよく言われます。どうしても耳というのは耳慣れして音が
いいのか悪いのかというのが分からなくなります。長時間同じ音を聞いていると耳がその音に慣れてきて微細な違いを感じ取りにくくなることがあります。一度離れてから音を聞く方がいいですよと。これは現実僕らはやっています。マスタリングをして次の日の朝に聞くんです。すると全く違って聞こえる場合があるんです。まあ全くというのもちょっと大げさな表現ですけれども、昨日は良かったのに今日は何かここ引っかかるなという時です。ですから日を変えてそしてマスタリングをする、これは多分古くからやってくれているサウンドエンジニアさん、経験のある方はみんなこれは意識をしていると思います。今日はそんなことでですね、座学のようにお話をしましたが、 DAW で音を聞いてるときはいいなと思ったのに書き出してメディアプレイヤーで聞くとそこが違う、ですからメディアプレイヤーのメーカーによっても違うということなんです。じゃあ何を信じたらいいかというとですね、クリッピングをしないような状況で DAW で聞いてる音というのを信じるしかありませんね。なぜなら外に出たら違うデバイスとか、スマホで聞くスマホのスピーカーというのは小さくって低音が出にくいとか、もっとそれぞれデバイスもそして人の耳も違うから、どこで合わすかというのは自分の耳を鍛えることと、そして DAW を信じるしかないということです。僕の見解だけで全てが解消するわけではありませんが、今日は重要な DAW のお話をさせていただきましたので、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。またねー。